この著書見てください。伊藤先生のとこね。この物件法。ね、しもそうですけど、ね、さっきも言いましたけど、これね。強調の本なんですけど。まず1、ひと、一つ目のね。この物件法の方ね、まあ、上から二つ目の黒ポッチです。秋山先生。これ、去年まで試験員だった鑑定士の。先生ですね。この先生と入れ替わりで、今回、伊藤先生試験員なってんですよ。あともう一つ、その人の今度、上から見ての黒ポッチのこの物件法を見てください。やっぱり。秋山先生。 一緒に書いてるんですよ。伊藤先生が。当然この辺のつながりもあると思います。いろいろアドバイスもされてると思います。ね。もう秋山先生結構ね。ある程度年数ね試験、あの鑑定士の民法の試験。お,お勧めになったんで。ね。もう鑑定士の受験生こんなレベルだよ。だからこんな問題出した方がいいよ。当然私はね。あのアドバイスはされてると思います。秋山先生からもね。ですから。あの結論を言いますとね。あのあんまり心配しないで。 さっき冒頭でも言いましたようにねあのレックの降下権民法に上がっているようなね本当に基本的な論点をしっかり固めることですよ。いいですねそれをぜひ、ね、じゃあ一応以上がね一応伊藤先生ということでで次どんどんいきましょうね今度4ページですね今度もう一人の先生ですねこちら久、えー、内先生、ね、この先生は今回2年目2回目になります。ね、あの首都大学東京の、まあ、準教授 ね、先生まだこの先生もかなりお若いですねただこの先生相変わらずねネットでいろいろ調べてもねほとんどね情報らしい情報出てこないで市場著書もね見当たらないんですよだから本当に予想しにくいですねで加えて去年もねこのこの対策講座の中でお話ししたかと思うんですけどこれね受け負いこの先生ねこ,こもご祝儀になってるよ請負い結構ね強いて言うと請負いがね結構ご専門という感じではあったんですね でもねこれ去年ねこの試験に対策ことはお聞きになった方もねご記憶になるかもしれませんけど浮合絵はちょっとね、まあ、ちょっとマイナー分野ってこともありますしねまた近年ちょっとね聞かれたこともあったってことでね、まあ、出しにくいでこれまたちょっとあとでも触れるんですけどこの作内先生のご出題と思われる問題実は去年の2問目なんですよ2問目これちゃんと根拠があるんですねここのももちちょょっっととお話し,しますけどもちょっとこの問題ね ちょっと論点を見ておきたいんですよこののの去年の本試験問題の2問題目です、ね、これはもうまず実注発揮まず間違いなくこの作内先生がお出しになられたなそういう問題なんですけどもで締めでいくと12ページですねこちら、ね、去年の本試験問題の2問目、ね、あの去年受けた方はねまだご記憶にあろうかと思いますで受けたことないよとかたね是非ね一回どっかのタイミングでいいからざーっと目を通してみてください。ね、全然難しくないです で加えてちょっと右のページね、えー、と13ページですご覧ください主要論点いかがでしょう動機の錯誤177条のね第三者配信的悪意者間の転徳者これですよこんなのしか作内先生はもうはっきり言いますけど作内先生は去年出してないんですよもう腸がつくからの典型論点でしょう これを知らなかったら、この三つを知らなかったら、もう勉強不足って言われても、もうこれは言い訳できないですよ。そういういレベルです。ね、だから今年についてもね、この作打ち先生ですけども、またおそらくはね、おそらくは。ご覧のような、同じようなね、まあ、腸がつくような典型論点を出してくるんじゃないかなと思います。 それから5ページ以降ですね、村瀬先生ということで、まあ、村瀬先生は今年で5年目というあ、ごめんなさい、4年目ということになりますんで、えー、従いまして、まあ、ちょっとさらっと、えー、申し上げるということなんですけども、もう、あの、これ、あの、この講座をお聞きの方は、私もいろんなところで申し上げてるんで、えー、村瀬先生に関してはご存知と言われる方の方が多いかなというふうに思いますけど、とにかく長文の、長文問題を出す方であると、そしてモデルを提示してですね、えー、考えさせる問題ですね。ですから、国交省の流れとしいたしましてはですね、国交省 言い切ってるわけけなんですけども、まあ、短期合格を可能にさせるということであのまあ、要はその暗記を減らすということにつながるのかなというふうに思いますけどもですから短期合格を可能にするっていうことでうーん早とちりするとですね受かりやすいっていうことだと思うんですけどもそれは早とちりなんですよね。えー 暗記してなかったとしても問題文にヒントをあげてるからそれを使ってですね解いてくださいっていうことでえそういうねうんスタイルに最近変わってきてますよねだからその今回もね今回っていうか私の的中討論この間的中討論終わったんですけども的中討論でもですねまあ結構ね私はその今までやってないそういったお話をあえて入れました ねえー、どうして入れたのかというとあのそういう傾向になってるからなんですよでじゃあそれを知らないと解けないんですかって言うと知らなくても解けるようにしてるんですそこに説明入れてるから、ね、そういったもその現場思考タイプのです、ね、そういった問題が増えてくるんだろうなというふうに思ってるんですねこの、えー、村瀬先生の出題はそういう傾向にあるわけですね。なななぜあんな長文なのか 考えてみてみくださいなんであんなに長文が出るんだというとヒントが込められてるんですよヒントだらけなんですよ逆に言えばね読むのは大,大変ですけどねですからまあはっきり言ってうん大変ですよあれだ私が受験生だったら嫌ですよはっきり言って。 はっきり言って、だって2時間で書かなきゃいけないわけですよね。2時間で書かなければいけないのに、あれだけの分,、えー、分,分量ですよ。膨大な分量。これを読んでですね、論文を書くっていうのは非常に大変ですよ。ですから私だったら嫌ですけども、嫌だけども、これはもうしょうがないですよね。村瀬先生が今回選ばれてますから。ですから、それは受けるしかないと。そして、えー、状況としては平等です。他の受験生も村瀬先生の問題を解かなければいけないということで。ですから、まあ1点でも他の受験生よりも高い点数を取るということで、もうとにかく 粘り強くですねそしてて、まあ、慣れれいただければと思いますねとりあえずこの間的中討練終わりましたけども的中討連ね私収録終わったんですけども、えーえー、本試験と同じですねタイプの問題にしております要は長文問題ですよ。ドワーッと長文があこうね、えーまあ、長文で書かれた問題をあの使わせて,あのて提供させていただきましたけどもとにかく慣れていただければと思いますね。 村瀬先生は、まあ今年に関しては経済成長は、ね、去年出たから大丈夫だろうとは思ってるんですけどもとにかくまたね、あのー、まあ、ケインジ者のモデルだとは思うんですけどね、まあ、ISLN 分析 ADAS 分析ないしはマンデルフレーミング理論この辺をまあしっかりと習熟していただくということが必要かと思いますねあの通常予想されるパターンとしては普通はですね 標準論点を、まあ、例えば括弧1括弧あたりまで入れてでこ三が通常予想される論点でで標準論点というのは、まあ、一応レックの方でやっている必修論点総ざらい講座だったりそれから的中闘錬実践等練でもそうですね実践等練的中等練、それから公開模擬テストで、ね、公開模試とか、まあ、各種等練がありますので、まあ、そんなところでこう扱っているのがいわゆる標準的なテーマなんですね。 で普通に考えれば通常予想されるパターンとちょっとこれは私が簡単に考えたんですが普通に考えればこのパターンなんですよ。要するに括弧1括弧2はこっちの方からどちらかというと標準論で。で括弧3がこっちなんですね応用論点というようなイメージになるんです。ところが、まあ、これだったらまあいいんですけどね変則パターンとして。 えー、こっちもなくはないということで、えーまあ、変則的なパターンなんですが要するに試験ののカラーーといううかそれをでですすすねね全面的にに出す問題の方にウエイトかけちゃうケースなんですよ、ね、標準論点はちょっとしか出ないと標準論点ちょっとしか出なくてほとんどがこの試験員の色がカラーが全面に出て,出てしまうというような問題なんですね。でこれが変則的なパターンだと、まあ、いうことになってくるわけなんですね。 で基本的にこの講座、まああのうん、ずばり的中試験に対する講座なんですが試験に対する講座で扱うのはこちらなんですよこの応用論点ですね。であの いわゆる普通のまあ論点ですね例えば「原価焼却と、ね」まあ、とか「棚おれしさん」とか「有価証券」とか普通のテーマはこっちで扱ってますのでこれはもう必修論で総ざらい講座であったり、まあ、いわゆる各種論答案練習講座というものがありますので、えーまあ、そういったところでまあ普通の論点も扱ってるんですね。ただ今日は、まあ、1回しかないですけどね今日は1回しかないんですがイメージとしてはこっちの方にウエイトをかけてこっちの方の説明ですこの応用論点ですね。 こっちはもう4波で勉強終わってますからでこれで一応、まあ、がっちりとこう固めていこうとただこれがどの配分で出るかまあ通常は予想されるのはこっちなんですけどもね、ま、間違ってこっちになる可能性もあるのでまあ一応ですねこっちも想定はしていると、まあ、いうことね。はいではちょっと次のページ4ページ目に移りまして。 はい、で2番目各試験の横顔ということなんですけどねで、えーまあ、どちらから先でもいいのかなとは思うんですが、まあ、坂上とお読みします坂上学ぶ先生ということで法政大学の先生ですね現在でも法政の先生をやられているようですで、まあ、この辺は著書とか書いておりますけどねで通常はこれ,これ書かなくていいんですが、まあ、専門領域もそうなんですが著書なんですよね。 ここから推測していくんですよ本から自分が書いた本ですね。